江戸時代。北川歌丸、姿見七人化粧瓶直し日本髪は、講義では古墳時代から昭和戦前までの日本固有の髪型、競技では安土桃山時代後期から幕末までの女性の血髪を指す。本項目では、日本の髪型の変遷や男性の風俗をわかりやすく示すため、講義の日本で過去に存在した髪型の一覧を示す。 室町時代の髪型の一例。歴世女装校1847明治時代の日本髪コンテスト。1900年明治時代の髪型明治中期、日本髪を言った花嫁、新日本髪。1953年男性の髪型は、ひっつ目で、後の銀杏曲げに近い形が主流。女性の髪型は立兵庫玄読島田、玄読勝山等。 細長い髪型が主流で、タボもカモメタボ、セキレイタボ等、後ろに突き出す形が流行した。男性の髪型は、本田曲げが主流。女性の髪型は、灯籠瓶という、横に張り出し、透けた感じの瓶が主流になり、曲げも、島田曲げや勝山など横に広くて、大きい曲げになる一方、タボの方は、瓶の張り出しと、反比例しておおむね小さい膨らみか。 全くないものとなるかあるいは、後ではなく下の方に膨らむようになり、この頃から、抜き衛門が行われるようになった。男性の髪型は再び銀杏曲げが主流で、女性同様に瓶を膨らませた厚瓶になり、町人の場合は袋付けという下に膨らませたタボが主流になった。女性の髪型は、灯籠瓶の流行が下瓶になったが、高島田、潰島田、結岩田、桃割丸曲げ、 先公外等、ほぼ原行の髪型がこの時期に定着した。タボは、公家、大名家では、椎茸タボが主流となり、一般武家、町人は、関東では下に膨らませる、関西では少しだけ丸く膨らませるのが主流になった。洋風化の影響で、男性は、ほとんどが洋発となったが、女性の場合は、洋風の髪型が登場し始めた一方で、 接中とも言える、即発、夜会巻き、耳隠し、行方不明曲げ等の洋服、和服双方に合う髪型も考案された。203高地曲げは、日露戦争後に日本で流行した髪型で、前髪を張り出すとともに頭頂部に束ねた髪を高くまとめていた。当時普及し始めていた洋装にも合う髪型として、生み出され、流行した。 ラジオ巻きなどモダンな名称の洋発も生み出され、戦時体制に入るまでは、和服の場合に限り従来の日本髪も依然として言われた。日本髪文化は、歌舞伎、時代劇、下流会、結婚産業以外ではほとんど衰退したが、現在では、正月等の晴れ着の場合に新日本髪を言う場合が多い。少女、第二次成長前、妙例、第二次成長後の未婚、既婚、 18歳以上の未婚を含む場合、アリミ分による曲げの形の違い助感の髪型の一例。歴性女走行より、遊女の髪型遊女の髪型。ありがとうございます。